チャオ、イブだよ。いや、昨日ね、救急車。人生初救急車に乗りました。経緯を話すとね、左の上の奥歯、抜いたんですけど、そしたらですね、思いのほか血が止まらない。で、そもそも心臓病で、血栓ができないように、血液をサラサラにするワーファリンとか、タケルダっていう薬を飲んでるんですけど、まあそれでそもそも血は止まりにくいっていうのが分かってるんですけど、思いのほか止まらず、それこそですね、家にいて4、5時間ガーゼとか噛みながらもドクドク出るような感じ、結構勢いも良くて、そしたらね、めまいに近い感じの、まあ血が足りてないなって感じがあって、このまま止まらなかったらちょっとやばいなと思って、ただ病院行くにももう車運転する自信がないと。そしてたまたま家に誰もいなかったので、まあ、しかも、まあ夜だったし、休館で行くということを考えると、これはもうしょうがない救急車だなということで、まあ自分で呼んでですね、そして救急車に乗って、病院に行ってきました。病院に着いてからね、本当に救急車乗ってよかったなと思ったんですけど、もうね、2回くらいもう気飛ぶというか、それくらい血液が止まんなくて、で、ガーゼとかずっと噛んでね、1時間、2時間とか安静にしてても、もう全然で、結局ね、外科の方に来てもらって、傷口のところを縫ってもらって、ある程度血が収まって帰ってきたんですけれど、いやーね、いやびっくりしましたね。なんで今日めっちゃ寝癖ですいませんけど、いやー衝撃でしたよ。自分でもね、まあまあ、こんだけ大変なことなんだよなっていうのをちょっと自分で改めてね、再認識したしね。まあ自分でもさ、手術してから結構経って、どっかで慣れみたいなのも感じてるんですよね。なんでね、そういうのは良くないと。あくまでもね、めちゃくちゃ小さださにするやつを飲んでんだっていうね、そういう自覚を持ってね。まあ難しいとこなんですけど。まあでも、とりあえず、縫って血は止まって、無事生還して、こうやって動画撮れてるんで、まずは良かったと思っております。まあね、具合悪かったりもしないし、じゃあ痛みがあるってわけでもないんで、一晩明けて、ほっとしております。でですね、ただ自分の中で、お知らせがありまして、12月11日に一応筋トレの大会にね、出るって言ってたんですけど、それはもう一旦もう泣く泣く、まずちょっと中心しようと。まあ来年以降、大会に出ようということに決めました。っていうのが、まあ今縫ってて、また1週間くらいは安静にしてないといけないし、まあハードな運動っていうのはまず無理なんで、そうすると減量とか筋トレ計画も、まあだいぶ自分の中では崩れるし、その前にそもそもワクチンでね、1週間くらいは安心しててくださいとかもあった後なんで、ここでのまた1週間っていうのはちょっと怖いし、で、こういう状況になって、すげえハードなトレーニングを周りもちょっと認めてくれないので正直いや、まあ、別にそうトレーニングのせいでなんかなったわけじゃないんだけど、救急車に乗るようなことになってしまうと、やっぱね、なかなか周りも、納得もちょっとしてくれないかなと思うので、もちろんある程度体調が戻って安心しなくても良くなればまた元の通り基本的には減量モードでやっていくんですけど、かといってですね、12月に向けてのハードな減量っていうのはちょっと現実的ではないということで、もう自分でもすごい悔しいんですけど、まあ来年また頑張ればいいなと思いました。まあ自分がこうやっぱ心臓病もあるんでね、まずそれを主に置かなきゃいけないなっていうのをね、昨日救急車の中で、めちゃくちゃ思ったので、まあこれからも頑張ってはいきますし、応援のほどよろしくお願いします。それではまた。